ルーカス・ダビド・プラットはアルゼンチンのサッカー選手。アルゼンチン代表。ポジションは FW。2014年にアルゼンチン年間最優秀選手賞を受賞した。フィジカルが強く、ボールコントロールやテクニックが非常に抜きん出ている。選手として知られている。選手としては、ボカジュニアーズでデビューした後、CA ティグレ、FK リン、ウニオンデサンタフェ。 ウニベルシダ・カトリカでチレに期限付き移籍。その後ジェノは CFC に完全移籍し、CA、ベレス・サルスフィエルドに期限付き移籍した後に、完全移籍。アトレチコ・ミネイロとサンパウロ FC に在籍し、CA ・リーベル・プレートに所属した。2014年のベレス・サルスフィエルド在籍時代に、アルゼンチン年間最優秀選手に輝き、2016年から、 アルゼンチン代表としても出場した。ラプラタに生まれた。エステュディアンテスでラプラタの下部組織に入れず、兄弟の在籍していたデフェンソレースでカンバセレスの下部組織に加入した。デフェンソレースでカンバセレスの下部組織からマルティンパレルモの推薦で2006年にボカジュニアーズに入団。U-19 のチームでオスカルトレホとコンビを組んで彼は20得点以上を記録した。 2007年6月にティグレに期限付き移籍。当初はリザーブチームでの出場が主であったが、レアンドロ・ラッザロがエステディアンテスに移籍すると、突如スターティングメンバーに抜擢された。2008年クラウス・裏ラで10試合に出場し3、マルティンデさん不安戦で1得点を決めてこの決勝点で勝ち点にも貢献した。2008年8月2日に、 ノルウェーエリテセリエン所属のリンにスカウトのテリエ・リベレドの勧めもありレンタル料0円で期限付き移籍同月15日に行われたモルデ FK 戦で初出場初得点を決めて71分に下がったが3から1で敗れた。2008年から翌2009年にかけて21試合4得点の結果をリーグで残した。2009年夏にボカジュニアーズに復帰し、 アルフィオ・バシーレ監督率いるトップチームに加入した。しかしトップチームでは戦力としてカウントされておらず、プリメーラ・ビー・ナシオナル所属のウニオンでサンタフェに期限付き移籍に出された。2010年6月29日にプリメーラ・ディビシオンでチレのウニベルシダ・カトリカに期限付き移籍。ガリー・メデルの契約延長交渉の一環としての期限付き移籍であった。チリデビュー戦となった。 エベルトン・デビニア・デルマール戦とのアウェー戦で初得点を記録し、1から1の引き分けに試合を持ち込んだ。しかし当初は動きの悪さから猛烈に批判されていた。その後、シーズン終盤の CF ・ウニベルシダ・デチレ戦や CD ・コブレロア戦で重要な得点を挙げて10回目のリーグタイトル獲得に貢献した。2011年はコパリベルタ・ドーレス2011で6得点を挙げる。 会長な出だしを迎え、とりわけグレミオフブパセンのアウェーゲームで挙げた得点は、2から1の歴史的勝利に結びつくという出だしであった。リーグでも6得点を見せ、これらの活躍からセリエ A 所属のジェノアに240万ベイドルの遺跡金で、ボカジュニアーズは彼を売却することができた。2011年6月30日に、ジェノアに加入。 ジェノアは、エンリコプレツヨージ会長のもと、新監督に、ディエゴ・ミリートを据えたところであった。公式戦初出場は、コッパイタリア、ホームで行われた ASG のチェリーナ戦で、ケビン・コンスタンのアシストから初得点を決めて4から3で勝利した。セリエ A 初出場は9月11日の、第1節、アタランタ BC 戦で2から2の引き分けに終わった。 セリー A 初得点は12月18日に行われたボローニャ FC 戦で85分に決めた彼の得点が決勝点となり2から1で勝利した。11月24日のコッパイタリア FC バーリ1908戦では2得点、そのうち2得点目は延長の115分に決めた、ヘディングでこの得点で3から2し勝利した。彼はロドリゴ・パラシオとのコンビを組んだが、彼を スターティングメンバーに抜擢したアルベルト・マレザーには2011年12月に解雇されてしまった。それ以降のパスクアール・マリーのルイジ・デカーニオ両監督下では出場機会が激減し、ベンチを温めることとなった。ブラッドのサッカーは僕のに合っているよ。すぐにお互いを理解できた。僕には彼のような強さもガッツもないし、どこで彼をそれらを身につけてきたのもわからない。 別に彼には、技ありのプレーは求めていないんだ。トレーニングを見たときに、僕にとって素晴らしいパサーであるって知っているからね。ファクンド・フェレーラ、プラットのプレースタイルについて語るベレス・サルスフィールド、時代のパートナー。コパリベルタドーレス2013にて2012年2月7日に、買い取りオプション付きの1シーズンの期限付き遺跡で、ベレス・サルスフィールドに加入。 2012年トルネオイニシアル優勝にスターティングメンバーとして貢献、ファクンド・フェレーラとのコンビネーションで19試合7得点を記録した。2013年1月に買い取りオプション講師でジェノアと合意に達し、3年契約をベレス・サルス・フィエリドと締結した。6月29日の2012から13、シーズンスーペルファイナルで得点し1から0で、 ニューウェルズ・オールド・ボーイズを下し王者に輝いた。またシーズン末には、ベレス・サルスフィールドの年間最優秀選手に輝いた。2013から14シーズンは開幕のスーペル・コッパ、アルヘンティーナで勝利し、タイトルを手に入れたほか、トルネオで11得点し、得点王に輝くと、再びクラブの最優秀選手となり、アルゼンチン年間最優秀選手賞にも選ばれた。 2014年12月16日にカンピオナーとブラジレーロセリエのアトレチコミネイロに4年契約で移籍。プレシーズンに行われた FC シャフタールドネツクとの親善試合でデビュー、試合は4から2の勝利に終わった。公式戦初出場はカンピオナーとミネイロの 2PFC 戦でこの試合で初得点を記録している。またコパリベルタドーレス2015でも 初出場初得点をインデペンディエンテサンタフェ相手に決めて、アウェーの血ながら1から0で勝利している。カンピオナアトミネーロ2015準決勝、第2試合でギリエルメノにアシストを決めて、クルゼーロ EC から2得点、片方は鮮烈なボレーシュートであった。これによって勝利しよう王者となると、合計6得点を決めた。彼はベストイレブン及び最優秀選手に選ばれた。 2015年7月にサンパウロ FC 戦で前半に初めてのハットトリックを決めたことによってアトレチコミネイロの外国人史上最多得点選手となった。2017年2月10日に4年契約でサンパウロ FC に移籍。移籍金は所有権の50%を買い取るのに約600万ユーロかかったため合計1200万ユーロほどであるとされている。 サンパウロの会長カルロス・アウグスト・ジバロスエ氏は、によると将来的に95%まで彼の権利を買い取るつもりだと述べ、他方のアトレチコ・ミネイロの会長であるダニエウ・ネッポ・ムセノは、残りの権利の売却は3年以内になるだろうと述べた。サンパウロでのウイジンは、ミラソー FC 戦で、この試合で得点したことによって、試合は2から2の引き分けに終わった。 3日後の e c ンベント戦でも2得点し3から2の勝利をつかみ取った。デビュー戦から2戦連続で得点した選手は彼とチームメイトのジョナタン・カレリだけであった。2017年7月9日のサントス FC とのダービーマッチでは PK を失敗し3から2で敗北、彼自身も7戦不発の結果となってしまった。2018年1月8日にサンパウロは CA リーベルプレートに彼を1,150万ユーロで売却した。2021年1月1日、イノールトに2020から21シーズン終了までのローン移籍で加入した。アルゼンチン代表初招集は2016年8月12日、2018、FIFA ワールドカップ、南米予選のウルグアイ代表、ベネズエラ代表戦に臨むメンバー発表時であった。 9月1日に行われたウルグアイ代表戦で代表初出場を記録。7日のベネズエラ代表戦で初得点を記録した。11月に行われたコロンビア代表戦で代表2得点目をマークした。代表監督がホルヘサンパオリに変わった後のウインでは召集されなかった。ルーカス・プラットは今まで見た中で最も強いプレイヤーだね。 ボールを失いそうな時でもなかなか失わないんだ。ファルカン、4度世界最優秀フットサル選手に、輝いた選手、彼のプレースタイルについて述べた。188センチメートルの身長とは思えない、スピードを持っており、ボックス外から他プレイヤーの得点をアシストすることもできる。その特徴は、テクニック、ボールコントロール、そして、後ろへの落としである。 戦術的には、そのフィジカルからターゲットマンだと思われがちだが、どちらかというと、ストライカーやセカンドストライカーである。実際に、アルゼンチン年間最優秀選手賞を受賞したベレス、サルスフィールド時代には、セカンドストライカーあるいはアウトサイドフォワードを務めており、センターフォワードには、ファクンド・フェレーラが入っていた。アトレチコ・ミネイロでは当初は、 センターフォワードとして起用されていたが、アシストやサイドに開くプレーなどが、やはり多かった。母と兄によって育てられた。その他にも腹違いの兄弟が3人いる。娘は2010年に生まれた。姿勢をしており、自分の母と娘を描いている。ロックンロールも好んでおり、AC、DC、フーファイターズ、キス、ラレンガといったバンドも好んでおり、これも入れ墨に入れている。 その他、ザ・シンプソンズの大ファンであり、ホーマー、バート、サンタズ・リトル・ヘルパーも入れ墨に入れている。またボカジュニアーズのサポーターであることを明言している。イタリア国籍も保有している。代表での得点一覧。ありがとうございます。